トマトの老化を防ぐ驚きの現象。3、真っ赤なミニトマトではなく、こちらの上の色と緑の状態のもの。さあ、ここからは本当に種も仕掛けもありませんよ。まずはトマトを38で温めます。白、白、白、その後室温に戻し、白、何もせずに置いておいたトマトと比べてみます。すると体温を上げていないトマトがこんなに真っ赤。一方、体温を上げたトマトは